青ビハエトリは、ハエトリグモ科に属するクモである。地上性の美しい種で、同時にアリを主に狙うことでも知られる。死ゆで、大きさや体格はやや異なるが、色などは共通する。オスの方が小型で腹部が小さい。体長は、メスで5から7ミリメートル、オスで4から6ミリメートル。体は厚みがあり、ふわしは短め。第一脚が太く、黒い毛を多く持つ。 東京部と腹部は暗緑色でわずかに金属光沢がある。腹部中央に幅の広い黒い横帯があるのが目立つ。浅間他はこの種と四段ハエトリを指して日本のエトリグ雲類の中で体色の派手さでこの2種が際立っていると述べている。日本、中国、韓国、台湾で知られている。日本では本州から九州、南西諸島に分布している。 メス生体、第一脚を上げている平地に多く、産地では少ない。人里近くでも多く見られ、庭園や神社などでもよく見かける。ほぼ地上性で、地表、石の上、落ち葉、倒木の上などに多いが、ありの多い草や木の上にも姿を見せることがある。ほとんど常に、第一脚を高く上げ、腹部高端を上下に動かす。 この雲はアリを捉えることで有名で、よくアリの巣の周辺に姿を現す。アリを狩る場合、一気に噛み殺すのではなく、ちょっと噛みついては離して、また噛みつく、という動作を繰り返し、アリが動かなくなったところで運び去って食べる P305 藤沢。なお、噛みつく部位について、深海はアリの不足とし、藤沢は腹部であるとしており、 藤沢は、アリの種による坂と推測している。また、アリが自分の幼虫を運んでいる際に、それを奪うことや、アリが行うようにアブラムシの背中を触手で叩いて、蜜の分泌を促し、それを食うことも知られている。和名、学名ともにやや入り組んだ経歴がある。以下の名がシノニムであるとされる。しかも、五二者がそれぞれ属のタイプ種となっている。和名については、 青帯派エトりで定着しているので問題はない。ありがとうございます。